はい、どうも、皆さんこんにちは。ということで今日はですね、ベンチプレスでアクティブレストしてました。まあ、レストになってるかどうかわかんないけど今日の内容はこのベンチプレスではなくて400メートル走についてです。はい、ちょっと400メートルやってる皆さん、寄ってください。いや、400メートルやってない方もぜひですね、ちょっとこの動画を見て400メートルをですね、ちょっと語りたいなというふうに思います。と言ってもですね、私がその400メートルを語るほど早くもないですし、ずっとやってきたわけではないんですが、先週ね、24日の土曜日、コセカーニバルにおいて 4×100 のリレー、それから100メートル走、そして400メートル走というふうにね、頑張って、3種目出てきたわけなんですけども、まあその中でその400メートル走についていろいろと考えること、思うこと、気づいたこと、言いたいこと、聞きたいことたくさんあったんでね、ちょっと今日はこの動画にしてみました。400メートル走専門でやってる人っていうのは、ド M ですか？いやね、尊敬の意味を、尊敬の気持ちを込めて、言っているんですけどもね、400メートル走ってね、あれ、本当にきつい。例えようがないんだよな。もう本当に、身の危険を感じるんだよね、走ってて。よくさ、400メートル走って、こう、ラストの最後の直線、だいたい距離にして80メートルぐらいになるかな、最後の直線はね。が、まあ本当にきつくて、そこだけもがいて頑張ってくださいみたいに言うけど、いや、僕なんかもう200メートル過ぎたあたりから、もう乳酸が溜まって、だんだん足が動かなくなってきて、残り150メートルぐらいでもうね、本当にね、もう心臓はなんかもう破裂しそうになるし、足は動かなくなってくるし、残りどうしようみたいな。本当に走っててね、あんなきつい思いをするって練習においてもね、もうないですね。本当にきつい400メートルっていうのは。で、まあ、400メートルってね、皆さん聞いたことあると思いますが、究極の無酸素運動っていうふうにもね、言われるんですね。僕からしたら400メートルは、短距離じゃないって思っているんですが、一応部類は400メートル走まではね、短距離走に入るんですが、まあですね、まあ、どんだけきついのかっていう話をちょっとですね、こんなことを見ながら皆さんに説明していきたいと思います。まず、筋肉のエネルギー、筋肉を動かすためのエネルギーっていうのは、大体3種類あります。ATP、CPK というのは、実はですね、このエネルギー源自体、筋肉の中の貯蔵量が非常に少なくて、大体この、8秒間ぐらいしか、最大のこう筋力っていうかパワーを持続することができないんですね、8秒間。で、その次にあるのが、これが解糖系です。これは筋肉内のグリコーゲン、糖質ですね。糖質なんかを使って体を動かしていく、代謝になっていくんですけど、これもですね、大体、33秒ぐらい、間で、このエネルギーを、使っていくっていうんです。で、ここまでが、要するに、無酸素運動になります。無酸素運動。で、要するに、この33と8秒足して、大体41秒ですか ?41 秒。この41秒を超えて、まだまだこの走らなきゃいけない。もう早い人はいいですよ。45秒とか46秒で走れる人は、大体ちょっとこれにね、4秒か5秒くらい足せばゴールできちゃうわけ。僕なんかこれまだ本当に3分の2くらいしか、1分かかりますから400。ってことはもう残りの3分の1は、何メートル ?130 メートルもうきついわけですよ。もうきついわけです。だから。遅いから。だから僕冗談で言うんですよ。早く走れば早く終わるからって言われるメートル。そうできたらいいんですけどね。だから、この41秒、この無酸素運動のこの、要するに限界値を超えてまで体を動かしていかなければいけないので、400メートルは究極の無酸素運動というふうに言われてるんですが、実はこの400メートルっていうのは、無酸素系のこの代謝っていうのも使っているんですが、有酸素系の代謝、も使ってます。
まあ、これはいろいろ人によっても違うし、まあ、諸説もろもろいろいろあるんですけども、だいたい400メートル走で言うと、無酸素系のこの代謝は 50から60%。それから、有酸素系の代謝を 40から50% ぐらい使ってるっていうんですよ。だからもうこれ短距離、もう中距離でいいよね。って僕の中では。いや、むしろ長距離よりかっていうぐらい、なんですけども。はい。まあ、そんな感じになってるんですよ。で、結局、400メートルのトレーニングっていうものを考えたときに、これを見てわかるように、ですね、まあ、400メートル速く走るためのトレーニングっていうのを、まあ、ざっと簡単にですね、説明すると、まあ、スピードを高めていく、最大スピードを高めていくっていうことも大事だし、加速力の向上っていうのも大事です。はい、要するにスピードをもっともっと高めて加速力を高めていくっていうこともスピード系のトレーニングも大事だし、そのスピード持久力、その高いスピードを維持して走っていく能力、筋持久力っていうのかな、まあ、そういったことも非常に重要になってくるし、結局ですね、持久力的な能力、これも上げていかなければいけないわけです。で、筋力だったり、ジャンプトレーニングだったり、パワーだったりとか、まあ、そういったこともいろいろと、やっていかなければいけないっていうことですので、これですね、ほぼ全部いろんな能力を高めていかなければいけないということがですね、まあ、400メートル走の練習として、まあ、考えなければいけないということなんですね。大変だ、これ。僕も100メートルもね、そんなに速く走れてはいないので、あれなんですけど、でもね、ちょっと400メートル本当に大変できついんですが、あえてですね、まあ、この本当にきつい400メートル走っていうのも、僕もこれからね、ちょっとチャレンジしてやっていきたいなっていうふうに思ってます。で、練習方法をですね、またちょっといろいろ考えなきゃいけないんですけども、今までは、まあ、100メートル、200メートルが、メインだったので、短いね、SD だったりとか、加速走だったりとか、そういったスピード系、加速力を、高めるための練習とか、そういったことを主軸を置いていたんですが、まあ、僕の中で、まだまだ走り方がですね、ちゃんと確立されていないというか、ちゃんとしたいい走り方ができていないのに、そのスピードだ、加速力だっていうことを高めようと思っても、ちょっとそこに限界があるんじゃないかなと思って、やっぱ400メートル走って、本当に力を使わないでリラックスして、それでもいて体をしっかり前に進めさせるための技術、走り方っていうのが非常に重要になってくるんですけども、まあそういったこともトレーニングに入れながら、うまい走りができるようにしつつ、まあスピードも高めていくっていうことをしていくっていうのが、まあいいのかなと。ちょっと割合的にですね、400メートルよりの練習を少し多めに考えつつ、100とか200のね、まあ、加速走だったりとか、加速力、トップスピード、まあそういったことも考えていこうかなと、まあ、そんな風に思ってます。ということで、まあいろいろとね、自分の中でスケジュールを組み立てて、これからもね、練習を頑張ってやっていこうかなという風に思っていますので、またね、応援のほど皆さんよろしくお願いします。それから、400メートルされている皆さんに質問があります。私たちはね、こんな練習してますよとか、こういう練習は効果的ですよなんていう、そんなね、練習メニューのアドバイスなどもありましたら、ぜひね、コメントに残していただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、またね、しっかり練習の方も頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。100とか400やってる人は、まあ、知ってると思うんですけども、走る前、400メートル走とか100メートル走、走る前にみんなほら、コールで集まるでしょ。走る前の、その雰囲気っていうのが、100と400は全然違って、100はね、まだこうみんなリラックスした感じで、いいんですよ。なんかちょっと話しながらとか、こう、いろいろね、コミュニケーション取って、頑張ろうぜみたいな感じでね、言ってるんですけど、400全然違うんですよ。何なの400の走る前の、空気感は、すごい嫌だ。例えて言うとね、戦争のね、こう最前線に向かうヘリの中の雰囲気みたいな、わかる？ほんで、すごいみんな気合が入ってる人もいれば、もうこんな、よしってやってる人もいれば、こう椅子に座ってさ、こうずーっとくーってこう静かーにその時を待ってる人もいれば、
もうね、やめようみたいな。もうちょっとみんな、リラックスしていこうよみたいな。そう。あのね、あの雰囲気やだわ。わかります。すごい。ぜひ、あの、皆さんね、あの、400メートル走ったことのない、あ、1年生、あの、400メートル走ったことない1年生、ぜひですね、あの、1回、400メートルね、走っていただけると、そのね、楽しさ、面白さ、きつさがね、わかると思います。はい。ぜひね、チャレンジしてみてください。